アルベルト・アンヘル・フェルナンデスは、アルゼンチンの政治家、法学者、現大統領。2003年から2008年にかけて、ネストル・キルチネル政権及びその後継の、クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネル政権で、内閣官房長官を務めた。その在任期間は、今なお、歴代長官中最長である、ブエノスアイレス出身。生後両親が離婚し、母のセリアに引き取られた。 ジップのことをほとんど知らないため、母の再婚相手を、本当の父のように慕っていた。ブエノスアイレス大学法科大学院を24歳で、卒業後、刑法学者となり、ブエノスアイレス市議会や国会会員に顧問として、出入りした。また、経済省法務局副局長に抜擢され、関税及び貿易に関する一般協定の、ウルグアイラウンドに、 アルゼンチン代表団の首席交渉官として参加した。1989年から1992年には大統領カルロスメネムの推薦でラテンアメリカ保険業協会総裁を務めたほか保険法の専門家としてメルコスールやラテンアメリカ統合連合民間の保険会社などに顧問として参与した。1992年には最も結出した アルゼンチンの青年10人に選出された。この間、元ブエノスアイレス州知事のエドアルド・ドゥアルデとは、実婚の間柄になっている。2007年、大統領ネストル・キルチネルと、外相、ホルヘ・タヤーナと会談する、フェルナンデス2000年6月7日、元経済省のドミンゴ・カバージョが党首を務める、保守政党、共和国のための行動所属の、 ブエノスアイレス市議会議員に選出された。2003年、ネストル・キルチネルが大統領に選出されると首相職に相当する内閣官房長官に指名された。それに伴い、ブエノスアイレス市議会議員は辞職した。2007年に、クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネルが大統領となって、以降も官房長官に留任した。2008年、キルチネル政権が 輸出の産物に新たな税制を導入しようとし、農業団体と対立を深めると、政権の主席交渉官として奔走した。しかし、交渉は失敗に終わり、同年7月23日にフェルナンデスは内閣官房長官を辞任した。与党派である正義党のブエノスアイレス市支部長に就任したが、2009年の国会議員選挙では目立った活動はなかった。 2011年の大統領選挙では正義党の大統領候補に指名されるため活発に運動を展開したが最終的にクリスティーナ・キルチネルの再選を支持した2015年の大統領選挙では正義党系の大統領候補セルフィオ・マッサジニエの選挙対策本部長を務めた2019年5月18日クリスティーナ・キルチネルは大統領候補に フェルナンデスを指名し、自身はフェルナンデス陣営の副大統領候補となると発表した。大統領候補となったフェルナンデスの初めての遊説には、ネストル・キルチネルの義理の兄弟にあたるサンタクルス州、知事アリシア・キルチネルが応援に加わった。クリスティーナの発表から約1ヶ月後、フェルナンデス陣営は中間層の支持獲得のため、セルフィオ・マッサと フレンテでどすと呼ばれる選挙協約を取り交わした。これによって、マッサが大統領選挙から撤退し、フェルナンデスの支持を表明する代わりに、大統領当選後、マッサを内閣もしくは会員における、数用な役職につけることを制約した。フェルナンデスはまた、経済活性化と労働市場改革の凍結を条件に、労働総同盟の支持も取り付けた。 8月11日の第1回投票でフェルナンデスは得票率47.7%で全候補者中主位に立った。現職のマウリシオマクリの得票率は31.8%であった。大統領選挙の翌日に会談するフェルナンデスとマクリ本選挙は10月27日に実施されたが、得票率48.1%、マクリが40.4%で、 第2回投票に進むことなく、フェルナンデスが大統領に当選した。同年12月10日、大統領に就任した。12月23日には、社会的連帯、生産力回復法案と名付けられた法案が議会を通過した。過去20年間で最悪とされる不況の中、フェルナンデス政権は、公共料金の180日間凍結、国家公務員の退職金や、 子供手当の増額、再貧困層に属する200万家庭への配給ギップの支給などを打ち出した。また、民間部門を債権者とする1000億米ドルの国債や、マクリゼン政権が国債通貨基金から調達した450億米ドルの返済期日の再交渉にも乗り出した。また、連邦情報局の改革も発表した。 AFI をめぐっては政治的な思惑から公職者が捜査対象にされているとの批判が出ていた。2021年1月21日、ロシアの新型コロナワクチンの接種を受けたものの、同年4月3日にウイルス検査で陽性となったことを明かした。ありがとうございます。